今年も大量のスマホに囲まれました。はい、というわけでどうもおかチャンネルでございます。今現在の私のメインスマホということで、こちら Pixel 8 Pro。 まあとにかく、まあ、カメラ関係がねパワーアップしててさ、特に他のスマホとの差別化っていう点で言うと、あの超広角に48メガだよ。普通ね、あの10メガとか12メガとかね、あの結構解像度がね、まあ低くはないんだけども、めちゃくちゃ高くもない。だけどそこにね、あの解像度が高いカメラが入ってね、いやめちゃめちゃ画質が良くなった。だからね、あの子供写真なんかもすげえはかどってる。はい、ということで、あの見てねなんかにね、あのめちゃめちゃ格納してるんだけど、はい、写真とかね、いろいろ格納してるんだけど、もうこれほぼほぼ全てねピクセルで撮影したものばかりになってます。あの自分ね iPhone と Android の2台使いしてるんですよね。ほんでこっちピクセルプライベート部門、ほんでこちらが仕事部門となってて、あの業務の、あの写真撮影したりとか、あの動画撮影したりとかっていう時はもう全部こっちの方に集約してて、こっちにもうできる限り仕事のやつはね詰め込まない。もう完全にあのプライベートとお仕事を分けてみたいな感じの使い方をしてます。だからスイカの決済なんかもね、こっちだけプライベート用みたいな、はい、なんかそういう風なね、もう完全にプライベート化してるんだよこれ。だから普段のね使用率で言っても圧倒的にあのこのピクセル率が高い。ほんでこれ確か9月ぐらいね発売してからね、9、10、11、12と今現在で、まあ、3ヶ月ちょいですかね、4ヶ月、はい、目に入ったというところで、それだけ使用させていただきました。ただ今回ですね、こちら、ピクセル、選手交代です。はい、まさかの選手交代。もう常に私はね、もう最新のスマホをね、もうじゅんぐり使ってきたんだけども、ここに来て、はい、引退となってしまいました。ありがとうございます。まだまだ使ってない機能もございますというか、まだ、使えるようになってない機能も一つあるんですけども、これだよね、これ。これまだ来てないのよ。いくよ。こういう暗いシーンとかでもビヨーンみたいなね。ビヨーンみたいな。これがね、まだ来ておりません。いや、あれはあれでね、楽しみなんですけども、今回、はい、一体何に変わるのかというと、じゃじゃーんと、はい、ピクセルフォールド変えてきました。おかえりフォールド。もうこっちね、ピクセル8 Pro にフォールドから変わった時に、あの何を感じたのかというと、あ、すっげー変わるみたいな、あ、いいねみたいな思ったんだけど、結局あのピクセルフォールド、いやもうこれね、もうカメラスペック的にもね、もう完全に劣ってるね。フォールドの方がピクセル8 Pro の方が絶対いいからね、カメラ性能とかいいんだけども、帰ってきちゃう、これはダメだと思う。いやもうね、ピクセルフォールドもね、やん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 言われてますよ。なんか私が前上げた動画のコメントとかにもさ、この画面を開きまして、なんかね、爪でねガッとやると傷つくよとか、ね、何件も書かれたね。いや傷つ爪でやるなよと思うんだけど、いやいや爪でやるなよと思うんだけど、傷つきますよとかね、なんかやん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 言われてる部分もあるんですけど、やっぱねこの見開きの楽さっていうか、見開きのこの情報量の多さ、ほんでね、正直この見開きのページってね、あの半分使うかというと半分も使わないんですよね。自分の場合せいぜい2割ぐらいになってくるんだけど、あのそれでいてもめちゃめちゃいいのよ本当にね。出張の時の荷物が減る。でこちらの方がね、もうカメラもいいし、チップセットももちろん高速で良くなってるんだけども、やっぱメリットデメリットをね考えた時に、この見開き、これがやっぱいいんすよ。まあ、というわけで、あの今からですねメインスマホ変更の儀を行っていきたいなと思います。はい、ではですね、この見開き上、こっちのがね縦長みたいな感じになってるんですね。これ結構ね正方形に近い形となっていて、持ちやすさで言うと完全にねこっちの方がね、ちなみに持ちやすい、こう幅がねちょっと狭いからね。でこっちの方ね、結構幅があるから、ちょっと持ちづらさはねすごい感じる人はね感じると思う。さあほんでこんな感じでね、別々の使い方みたいなこともできるから、こっちにスケジュール、こっちにアプリみたいな、こんな感じの使い方もできるようになってる。では、こちらには実はね楽天を入れておりますので、ちょっと楽天の移動だけするね。
もう慣れたもんで、eSIM、発行するだけ。はい、完了です。あとはそんでアプリによってはね、こんな感じに見開きでも、こういうふうにど真ん中に、しかもね折れ線の出るとこだね、この折れ線の出る場所、はい、そこにアプリがど真ん中に出ることもあるので、そこはご了承ください。楽天さんは、ここら辺は右左にこうペッとね、というか全画面にペッと行くようにはなってないみたいです。まあ、いらんよなこれは。はい、もうあと開通手続きだね。えいや。おいおい、どうした？くるくる今30秒なってるって、本番呼べっていつもこんなんならねえじゃねえかよ。何やってんだよお前、止まったよ。何やってるの、楽天モバイル今正念場だろ、頑張れって頑張れって。一回落とすわ、なんか変。あ、いった。 OK、 無事繋がりました。 OK です。さあ、ということで、私の、フォールドついに戻ってきました。電話番号もこっちの方に入りました。ありがとうございます。ということで、いやー、おかえり。でも毎朝これを使うルーティンっていうのがあってね、もうね、ジャンプラ、もう何度も言うけど、このジャンププラスにめちゃくちゃ適応してるっていうのがもうこちらです。なぜなのかというと、もう見開きで見れるね。ちょっと今モザイクは入っちゃうと思うんだけど、はい、こんな感じで真ん中に筋が入ってるんだけど、一応ねそこでこう読めるから、真ん中の筋をね気にすることなく、漫画がねもうめちゃくちゃ快適に読める。いや、これがもう本当のポイントですね。ほんでそれでいて、この画面、これ良しも悪しもあるんだけども、悪く言うとなんか寸胴型っていうのかな、とにかく横幅が広い、だからこのね1列1列分の情報量がね結構多めなんですよね、横幅だから。だから画面がねちょっと大きく見えやすい、一文字一文字とかが大きく見やすいっていうのがこのフォールドの特徴になるんじゃねえのかなと思う。というわけで、バタバタ出てたらもう3日後ぐらいになりました、久々に3日間しっかりと使い続けてるんですけど、今朝はねジャンプラーとかもしっかり読みまして、チェーンソーマンなどなどなどね、マリッジトキシンとかジャンケットバンクね、ちょっとここら辺自分読んでますわ。いやー、本当にねこれ読んだやつのね黒くなってるの、しっかりとね朝めっちゃ使ってる。ほんでね、ちなみに本日まあほぼ14時ぐらいだね。で、バッテリーがね、85%、 まあ今日ちょっとね残ってる方なんだけども、まあ基本的にまあ1日使ってみるとだいたいね 40% とかそこら辺ぐらいまで減るようなイメージです。まあ、バッテリー持ちに関しては今のところ、特に大きな問題はないというか、減りすぎないっていう感じであるかな。まあただね、これのねやっぱ大きな問題点で言うとやっぱ重たい。他にもね、ギャラクシーフォールドなんかもあるけど、あっちの方がねちょろっと軽いんですよね。あとここがね細くて、まあ、持ちやすいっていったメリットもあります。ただその点フォールドねちょっと重い、そして幅が広くて持ちづらいっていうのはあるけど、まあ逆に幅が大きいからいろんな画面が見やすいって特徴もねいろいろあるんです。このケースも実はいただいたんですけど、いただいておいて使いづれっていうめちゃめちゃごついのよこれ。で、裸で使うのが本来はね、いいんかもわからんね。よいしょ。これが結構ね、ごつくて、これだけでね、50g 近くあるっていう。重たかった。ちょっと、のりもちょっと外して、違うの買ったんですよね、今回。せっかくなんで、まあこれ、螺族もいい、やっぱ螺族いいなぁ。さあ、ということで今回ね、ピカタさんのやつ購入いたしました。まあ、極薄で黒くてかっこいいってやつで、ケースだけでも結構値段するんだけど、確かに8000円ぐらいします。これわお。そしてこれです。かっこいい。さっき 47g ありましたが、21g、 半分以下になりました。パチンパチン、いいやんわあ、なんかちょっとノートっぽくなっていいやん。ああはまったはまった。いや、いいね、いいね。こんぐらいでいいんですわ。いや、めっちゃ質感良くなった。あ、いい。まあ、というわけで、ちょっとね、他にも私なりの使い方、便利なとこね、やっていこうと思います。普段ね、2台文字だからさ、こうやって、2つのやつを並べながら調べたりみたいな感じのことをやったりとかするんだけども、今回のね、このフォールドは、それだけ。たった1つでそれができるようになってる。ほんで、指紋認証なんかもね、早いよ。
iPad をここで指紋認証ボタンでできるようになっております。この2画面のやり方2種類あって、例えば、この長押しするとここにね分けますせみたいな感じのボタンがあってポイッと、ほんでもう一つの画面を何にするかみたいな、はい、こんな感じで2画面がね同時に使えるようになると、はい、といった感じなんですよね。ほんで、さらにはい、今ちょっと開け方が特殊なんですけど、こうやってクロームをね、2画面使うっていうこともこれ一応対応しております。あ、そして2画面だと見て左右に、あ、これなんか今更知ったわ、左右に出てくるんだ、日本語入力にしとくとね、はい、まあこんな感じで、はい、左右で調べたりっていうことができるようになるから、めちゃめちゃ便利なんですよねこれ。で結構ね、地図調べながらこっちの情報を読み取ったりとかっていうことも全然やるし、はい、地図なんかもねこういったストリートビューと、はい、ここら辺をね左右のページに分けていろいろと見ることができるから旅行中なんかも、とっても便利いいよねいいよね、はい、こんな感じでね、あ、この辺り、あ、こうなってんだ、あんならこっちはみたいな、はい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 、ほんでこの組み合わせなんかも多いかな、左側で右側動画見ながら、あ、これで喋ってることを、あ、なるほどなるほどって調べたりとか、ほんで反対側のページで、ちなみに、まあこうやってベロンベロンって、もちろんベロンってすることもできるんだけど、はい、分割して、ほんでまあ反対側の方で Amazon 開いてね、そしてお買い物するなんてことも多々ございます。やっぱいいな、うん、もう3日ぐらい経ってるのかな、変更してから。やっぱりフォールド楽しいわ。はい、ということで無事というか、はい、またフォールド使いに戻ってしまいました。やっぱ見開き便利ですね。ただ見開きのやつもね、ギャラクシーフォールドもあるし、ほんでねもう一つがファーウェイのフォールドタイプのやつが、お前ね、マレーシアで見たんですよ。ほんで日本でなかなかねファーウェイのやつ見ることないと思うんだけども、正直ねファーウェイはやばい。持ってる方いるかわからんけど極薄よ。こんな薄いのってぐらいね薄いんですよ。何それみたいな。ファーウェイはやっぱ一歩も二歩もね先行ってるみたいな感じがして、価格もね似たような値段でしたわ確か。デメリット言うと、まあちょっと重量重たいよねっていうのと、そして価格、まあどれもですね大体20から25万ぐらいのボリュームします。ピクセルフォールドもギャラクシーのフォールドも、ほんで確かファーウェイのフォールドも確かに2、3ね20万とか25万とかしたと思います。価格なんかはねやっぱ画面が1画面2画面3画面、そして真ん中のヒンジ部分などなど、ほんでそれぞれによってクオリティなんかも違っていて、ギャラクシーフォールドの方だとね、今これねピクセルフォールドね微妙にくの字に曲がってるんですよこれ、微妙にね、うん、だけどギャラクシーフォールドの方はフラットになります。ほんで多分ファーウェイのフォールドもフラットになると思います。ちょっとそこら辺のね違いは出てくると思うんですけども、まあ安いもんではないので実際手に取って触ってみるとね、うわーすげーなーって、刺さる人には刺さるっていう商品がやっぱりこの折りたためのやつになるんじゃないのかなと。 iPhone なんかもねなんかもうそろそろ動き出しますよみたいな感じで噂程度には流れてたりするけども、まあまだ多分2年とか3年とかねかかるんじゃないのかなと思います。まあこれ1個あればね本当なんだろう、 iPad mini の代わりになるみたいな感じで使い込むことができるので、たったこれ1台でいろんなとこ行ってコンテンツを楽しむこともできるし、仕事で調べ物する時なんかもねやっぱ両画面使えるからそういった面でも便利だしね、でっかい画面で見れるから動画とかねネットフリックの視聴なんかにも最適だしみたいな感じで、やっぱ折りたたみはやばいね。まあただこれ iPhone で出たら出たですごい人気になるからね、ティム期待してるよそこら辺も。はい、ということで今日はこんなところで終わりたいなと思います。ぜひですね折りたたみスマホね持ってる方ですね、ここら辺がねやっぱええよみたいな感じのことあったらぜひ感想ですねコメント書いていただけると幸いです。はい、ということで今日はこんなところでまたお会いしましょう。じゃあのー。